この間お台場で収録したじゃないですか「演芸グランドスラム」の「トライアウト」もね関東では昨日放送されましたけどねそれで収録終わって電車の俺臨海線でね東京テレポートっていう駅から帰ったんだけど電車に乗り込んだのよで座れたのよそしたらまだ人がバーって入ってきてあの。 魔石のさ、モグライダーの、ともしげが乗ってきたのよ。バカ。うん、バカ、大バカ。大バカやろ。れまあ、わかんない方は、その、モグライダーってあの、魔石芸能の、まあ、若手のコンビ漫才師なんですけども。まあ、そのともしげが、まあ、バカでね。もう一人はシュッとしてんだけどね。もう、芝さん。芝はね、シュッとしてんだけど。 ともしげも丸坊主でぽっちゃりしてて、本当にバカ絵に描いたみたいな、本物のバカで。本当にバカだもんね。見た目もバカだし。まあそれ漫才にも取り入れてんだけど、まあ今若手で勢いあってね、ちょこちょこテレビにも出始めてて。もう、バカのエピソードっつったらもう、いっぱいあるじゃないですか、ともしげ。ちょっとしか喋ったことないけど、バカだったもん。ああ、なんか言ってた。なんか、遺書で、 赤い T シャツに33番って書いてモ、モグライダーって英語で書いてある。うん、書いてある,ててる、うん、俺、たまたまなんか、私服で33番のトレーナー来てて。ああ、高井さん !33 番一緒っすね <laughs> 怖えから、仕っしゃもうしたのん、ね。<laughs> すぎて。<laughs> あのライン、魔石のあのライン怖いのよ。いやね。小くもそうだけど、ねああまあ。絡みたくないもん、俺、怖くて。ガチのバカだからさ。ああ で、こう来て、ああ、うん、平子さんお疲れ様です。あ <laughs> あ、おう、な、何してたの、うん、え、フジテレビって言ったら、うん、はい、ちょっと前説してました。うん、って言って、で、俺が、あそうなんだ。俺さ、グレ、あの、グランド、あのスラムあの演芸、グランドスラムの、うん、あの、トライアウト出させてもらってさ、うん、って説明しようとしたら、うんうん あ僕も挨拶してました。あ、アルコさんは園芸グランドスライムのトライアウトの紙貼ってあったの見たんで僕知ってますって。俺の説明も遮って <laughs>。すげえ磯だともしげくん。あ,あ,あ、そうなんだ。うんうん、あ説明させてくんでんだなと思って。うん、うん、でああ、まあまあじゃあお疲れねって言って、うん、まあ俺は座ってて目の前に立ってて、うん、まあちょこちょこっと、まあいろいろ喋りながら帰ったんだけど、うん、あの、あいつがさ、うん あの平子さん、ちょっと聞いてもいいですかって<う>言ってきたね。うん、で、実は若手の中で噂になってる平子さんの話があるんですけど、うん、聞いてみたいんですけど、うん、で、まあその俺の噂話っていうのが、うん、まあ他の若手だったら本人の俺には言えないだろうなっていう話なんだけど、ともしげバカだから俺に聞いちゃうのよ。<laughs> リミット外れちゃった。そう、言っちゃうのよ。<は>うん、本当ダメだよってみんなは、みんなはもう黙ってよっていうような話なんだけど、うん、あいつは、本人目の前にいたから聞いてみようって、<う>バカだから。えー、え、何々って聞いたら、うん、あの、平子さんって芸歴詐称してるって本当ですかって言ってきて、うん <laughs> 後輩。普通の後輩だったらちょっと言いづらいっていうか、聞きづらいところかもしれないね。うんうん、でもまあ,あまあ、でも、確かに俺何回かコンビ変わってるから、うんうん あんま今長く思われてもいいことないから、今のコンビ、アルコピースの結成でまあ9年とか10年ぐらいで、なんか提出しちゃったりすることはあるかなーって、まあちょっと短めに言っちゃうときあるなーって言ったら、あ、いや、そうじゃなくて、逆なんですよって、平子さんって、楽屋で威張りたいから芸歴長めに嘘ついてるって本当ですかって。ストレートに言うな威張りたいからなんて先輩に言ええって。 思うじゃん。何それって。ま、俺、短くはね、こう言ったり、長く思われてもしょうがないからさ。で、いやいや、そんな、え、そんなことないけど、って、なんか、平子さんは、おらおら調のキャラをつけたいし、楽屋ででかい面したいから、なんか若手にオラオラしたいから、嘘ついてるっていう噂が、僕らの周りで立ってるんですよ、ってで、マジか、笑っちゃって、 いやでも、まあまあ、この俺の芸歴で、ちょっとなんか複雑なとこあるじゃん。うん、そうだね。まあ、わかんない人のために説明すると、まず俺、高校卒業したての時に97年に、初めてのコンビを、まあ、ちょっとしたの組んだことがあって。それ、うん、どんくらすかまあまあ、どんとくらい、ね。どんとくらい。ね、うん。今、泣いてる人も、俺らのネタ見て笑ってっていう意味でね、うんうん、ど,ど,どんとくらいってつけた黒歴史があるんですけども。まあ、そんなのもちょびっとした活動だったし、事務所も入ってなかったし、うんうん まあでその後に何年か辞めてるから、まあそれも芸歴に入れてなかった。うん、で、その後に組んだセクシーチョコレートから、うん、普通に言ってくけど恥ずかしいの、これ、ね。<laughs> から俺は芸歴をね、スタートさしてたんだけど、うん、その昔のドントくらい97年に組んだのを当時知ってた人が、うん、そのライブかなんかで面白かしく言ったんだ、うん、こいつドントくらいっていうコンビ組んでてさ、うん、みたいなことがわーって広まって、ウィキペディアに今かもう書かれちゃってんの、うん、97年デビューみたいな。 でそこで俺が嫌が、嫌だったのが、今まで先輩として接してきた人が、うんうん、平子さん先輩だったんですよ。すいません。みたいな感じになってすげえ嫌だったのよ。嫌、うんうん、だね。れ、うん。そね、でもまあまあ、でもそういうややこしいのもあるから、うん、まあ今97年知ってる人にしてみたらもう97年でいいや。うん、でもなんか言うんだったら別にそんな長く言っても得しないから短く言う時あるじゃん。だけど、その多分昔を知らない若手からすれば、うん 何あいつ嘘ついてんじゃねえかみたいなことなんじゃないうーん。なるほどね。うん。どんくら知らねえってことでね。そうそうそう、どんくらを知らねえ奴らが。知らないさで出てきてるんですね。そうそうそう。いや、それやっぱり知らねえよ。ニューウェーブじゃねえぞ、別に知らない世代が。で、はそうなんだ、つって、まあそれを説明して、まあそんな感じだから、ややこしいのかね、って言って、でもなんかまあややこしいから、 まあまあ別にじゃあ今組んで、まあ9年目、10年目ぐらいでいいよ。とか俺、ともしげに言ったら、ともしげが、でもそれだと俺11年目だから後輩になっちゃうよ。早ぇな、取り入れんの、と思って。11年目なんだ。11年目なんだって。でも取り入れんの早ぇな、と思って。でもね、もう考えたのよ。まあその噂で言っても、そこの噂の出どころは多分一人なわけじゃん。 まあ、一気にブワーってね、うん、話広がるわけないから、まあ、誰かいるんだろうな、と思って。うん うん。お前それさ、噂っつうよ。誰か言ってる奴がいるんでしょって。ちょっと面白いから教えてよ。って言って。いやいや、別にその噂として僕耳に入ってきただけで。って。いやいやいや、噂はあるだろうけども、それもともと一人から発生させられたもので、お前その個人名知ってるだろ。いや、僕はでも噂で、まあいろんな子ら回ってきてるだけなんで、いや、別に俺怒ってんじゃなくて、面白いから名前知りていじゃん。えでもいるじゃん。でも、僕はそれだーあの、でも、でもいるじゃん。 わかるじゃん。でも一人だけ、お前知ってるだろお前知ってるから俺聞いてきたんだ。いや、でも、あの、エル・歌舞伎の上田ですエル・歌舞伎のね。尖ってるね。マセの。まあ、このコンビ。まあ、これも勢いあってね。今面白くて、徐々に出てきた。もともとソニーで一緒なんだよね。エル・歌舞伎の上田って。セミシグレクラシック。そう。ちょっとあの、尖り芸人みたいな感じ。未だにちょっと怖いもんな、尖ってて。で、歳も と同じ僕同じです。起したぐらい。だから。全く同じ。まあ多分、歳も芸歴も、まあ俺から見たらね、うん、腐れ後輩なわけじゃないですか。ね、でも、うん、平子さんなんか先輩ぶってっけど、うん、本当は同期か下なんじゃねって多分あいつどっかで思ってたんだろうね。<laughs> あそうか。なの感じのやつだから、うん、多分悔しかったんだと思うんだ。<laughs> <laughs> ありそう、そういうのは、そういう気持ち持ってそうな感じでね。上田が、エル・カブキの上田が、実は平子さんは威張りたいから、芸歴を長く嘘ついてんだって言ってたって聞いて、俺も笑っちゃってさ。すげえなぁ。で、 もう、ともしげも言っちゃった、みたいな顔してて。うん、で、ともしげはもうそろそろ降りなきゃいけない駅に近づいてきて、うん、あ、もうこいつ降りんのかと思ったから、ともしげさ、この話と面白いからさ、うん、俺ラジオかなんかで話してもいい、うん、って言ったら、うんうん、あ、いや、でも、 個人名も出しちゃってますし、あの、僕の名前も出ちゃうってことですもんね。いや、もうでも説明するときはちゃんと個人名も出した方が面白いから、いや、俺をなるべくだったら言いたいんだけど、いや、でも、ね、上田の名前も僕出しちゃってますし、でも、なんか僕発信っていうのもバレちゃいますし、いや、別にバレたところでこれお笑いの話だから、別に面白いから俺言うんであって、別になんかムカついてるとかそういう形で出さなきゃいやだけど、 もうもうもう僕降りなきゃいけないんですよ、ね。いや降りる前にだから許可取ってんだよ。<や>あーお任せします。<laughs> <laughs> もうバカだなぁと。と茂樹。茂樹ありがとうね。一年目って俺先輩じゃん。しげさん。<laughs> サミだ。